デカミと師匠のあいびきナイトデラックス。今ですねレコーディングが終わりまして、はい、今日は、はい、デカミさんの、作詞作曲の、はい、あいびきハンバーグという曲のレコーディングでした、はい、これはね、デカミ祭りで、はい、1回だけお客さんの前で歌わせてもらって、はいわかってるのよあなた、ちょっと寂しがりよね。今日は折れてあげるわ、次はないけどね。話を聞いてくれよ、言葉にできないだね。俺が悪いみたいに終わらせないでくれ。二人並んで走ったあの日も思い出せば笑っちゃう。それでも人は皆孤独と、お前あなたのおかげで知ったのに、来なくなっても愛びきハンバーグを食べて眠るだけ美味しいね。それを、まあ、今回音入れして、これ どうするつもりなの？なんか配信とかせっかくなんでしたいな。なるほど。サブスクとかで皆さんにこう聞いてもらえるような形に。だからいずれどっかで変えるようになるってことだね、うんうん、曲が。そうですね、変えたり普通になんか Apple Music とか Spotify とかってことですよね、はい、でこれが大ヒットしてめっちゃ聴いてもらえたら、私はすごい悠々自適な印税生活を送ることができます。そうね、だって全部デカミが作ったからね。それ作詞と作曲は私で、編曲は鬼瓦さんという方にしていただきました。カラオケで歌えるようになったらいいですね。カラオケで歌えるようになったら、カラオケでその年間トップ10とかに入ったらマジで私働かなくていいです。どれぐらいもらえるもんなんですか？そのやっぱあの具体的な金額は知らないですけど、やっぱ昔の曲だけどずっとランクインしてる方とかそうやっておっしゃってますもん。本当は別にもう仕事しなくていいけど好きでやってる。今日ここどこなんですか？今日ここいろはスタジオさんという、はい、スタジオに協力していただきましてレコーディングできました。はい、私がレコーディングでよく使わせてもらってるところです。デカミ P でしたよ、今日は。ちょっと今日は、はい、ディレクションさせてもらいました。マスクのシートに座ってさ、はい、分かったと思いますけども、ちょっともう一回この勢いでいきましょう。あ、でも初めてですよ、私あんな人に、あえて指示とかしたの。はい、そう、されてる側なんで、いつもは。歌って、もう一回歌ってみてとか言われてる側なんで、うん、なんか今までディレクションしてきてもらった中で、あのこの言い方って優しかったなって思ったやつを使ってます。でも俺もしこれカラオケ、うん、まあ、ないしはまたどっか人前で歌うっていうことになったら、はい、もう歌えないよ。なんで？歌えますよ。できない、ね、めっちゃ頑張ってくれてないですか、むずいところ。いや、あれも瞬時に耳かきしてるだけだから、はい、そうそう、だからハモリのとこなんてさ、はい、うっすらこびりつかせてやってるからすぐいなくなるのよ、本人が。どっか行ってましたよ、うん、おいしいね。やっちゃおうか。おいしいね。おいしいね。おいしいね。
おいしいね、おいしいは、おいしいあ、おいしいね。違う違う。おいしいね。あれ？おいしいね。あ、わかった。わかった。わかった。おいしい、おいしいね。わかった。おいしいね。あれ？おいしい、あれ？これ、あれだな、俺やっぱ、デカミの影に隠れて、こっそりというか、なんか、雰囲気で歌ってたからさ、ライブの方は。脇汗かいてる。ライブの時は、はい、いかに俺、デカミの影に隠れて、後ろからこうやって歌ってたんだなっていうのに、はい、今回気づかされたよ。本当ですか？うん、なんか知らない姿を見ました。ええってなって、合ってる合ってる合ってるみたいになってて、うん、脇びっちょんがなったもん。あ、それでこうやってたんですね。そうだよ。あのレコーディングされてる時に私はその違う部屋から見てたんですけど、なんかちょいちょいこうやってってるのがなんかずっと何のポーズなんだろうと思ってて、T シャツが脇に張り付くのを吐いてたの。そうだったんですね。そうだ、配信とかをに前向きにこう進んでいく予定なので。ああ、いいよ、全然。まあ、タイトルはあいびきハンバーグかなと思うんですけど、うん、アーティスト名をどうするかという。ユニット名だ。そうです、そうです。なるほど。なんか一応仮で今、パイパイデカミとハンバーグ師匠ってなんかどなたかが入れてくれたんですけど。そうだよね。ユニット名ですね。ユニット名ね。はい。どうする、どうしましょうかね。デカミバーグにする。デカミバーグでもハンバーグ師匠っていうのは入ってた方がいいなと思います。世の中へのキャッチーさ的に。じゃあもうこれしかないじゃん。もうこれしかない。はい、パイパイデカミとハンバーグ師匠になっちゃう。でもなんかその順番絶対先ですよね、ハンバーグ師匠が普通。だって、あと私の心配事が、うん、そのパイパイデカミというワードが入っていることによって、うんうん、何かしらの不都合が起きる可能性があるんで、そのパイパイパイ要素が。あ、デカミ。なんでハンバーグ師匠とデカミちゃんとかデカミとかなんかそういうのの方がもしかしたらいいのかなという気も。いいよ、じゃあその意見はすごくわかるから、はいはい、じゃあハンバーグ師匠っていうのは残して、はい、パイパイデカミをどうするかとね。はい、あと私はやっぱなぜか無駄な自信があって、うん、この曲で、うん、何でしたっけ、ターンテーブルとかに出れるんじゃないか、クセスゴとかに出るんじゃないかって無駄な自信があるんで言ってた、ね、そうです、時間帯を意識した。あ、なるほど。パイパイデカミででも、うんうん、有吉反省会って何時だったっけ。11時半です。11時半はじゃあ OK なんだね。 OK ですね。だね、はい。ゴールデンは、ゴールデンはパイパイデカミですって言ってもいいけど、テロップはデカミちゃんって出てました。わあ、そうなんや。はい、もうじゃあさ、パイパイデカミという文字は出てなかった、ね、ダメじゃん。パイパイデカミもうダメじゃん。だから今めっちゃ話し合ってます、結構ガチで。前から言ってたけど、前からそうですね、まあ、現実としてそれ迫ってきてるんだ。そうです、そうです。だからまあ今のところパイパイを入れない方がいいんじゃないかなって。あ、新しい名義を作るとき、私も今後どうなるか分からないんで。じゃあ芸名はどうするの、パイパイデカミ。芸名結構ね、今ね、うん、もうデカミちゃんにしようかとか悩んでます、はい。でももともと歌の時作詞作曲はデカミっていう名義にしてるんですよ。名義にしてる。作家としての名義はデカミにしてるので、そのパターンね、はい、歌詞としてはパイパイデカミだったんですけどまあちょっとこの番組、この曲で番組を狙っていくにあたって、うん、もうちょっとここきっかけにしようかな。だからこの曲とハンバーグ師匠に社運がかかってるんです。なんてだよ知らない実は知らない知らない知らない、かかったプロジェクト、なんでかかってます、ここにかけてます。なんでだよ
でもなんかそのユニットっぽくていいなと思って、ハンバーグしようとデカミちゃんとかの方がなんか緩くて、ハンバーグ師匠とデカミちゃんかっこパイパイっていう、ああかっこパイパイ、パイパイがいらないと、いらないと自分で残しなくない、俺がハンバーグいらないって言ってる人です。まあそうですね、師匠だけ、師匠だけですハンバーグいらない、師匠とデカミちゃん。じゃあちょっと書く、そうですね、書く、あ、なんか紙、うん、いいじゃん、デカミちゃん、いいですね、いいじゃんすか、とでいいですか、なんかここもいろいろ案あります、その例えばビズとか、ね、フィーチャリングとか、あ、ちょっと候補上げてみようか、うん、と、アンド、ウィズ、ウィズ、フィーチャリングは、フィーチャリングないけど、なんか かけるとかじゃないですか、あー、かける、はいはい、うん、こんなもんかな、そうですね、ハンバーグ師匠とデカミちゃん、うん、ハンバーグ師匠、ウィズ、デカミちゃん、ハンバーグ&デカミちゃん、ハンバーグ師匠＆デカミちゃん、ハンバーグ師匠かけるデカミちゃん、ハンバーグ師匠足すデカミちゃん、どれですかね、まあ候補こんなもんかな、うんうんうん、俺はねマジで最初に言ったのがいいかな、とがいいかな、とがなんだかんだ収まりいい感じしますよね、うん、でもまあこれはデカミが決定していいよ、え、どれだろうな、か、まあ、なんか見栄えの綺麗さはなんか、えと、ここの間に英語が入ってるのがすごい名前見やすいなと思うんですけど、うん、TO は TO、 なるほど、あ、と、あ、あ、いいじゃん、小文字ですよね、そうだね、あ、これいいじゃん、あ、かわいいかも、で、と、読みね、と、これいいじゃないですか、いいね、あと表記をどうするかだね、ここの例えば、うんうん、ここだけ色変えるのとか、セクシーゾーン方式XY だけ、うんうん、わあめちゃめちゃいいです、そんな各局対応してくれますかねセクゾーさんみたいにあ、そうなの、セクシーゾーン様だから許されてることですよね今年の目標はじゃああれですか、ネタ番組、リアルな話するとネタ番組とかよりもやっぱ音楽番組を目指すべきだと思う、確かに FNS とかそこを目指した上でネタが土地に入ってくるのはいいけど、そうそうそう、確かになるほど、道筋的にどうやったらいいんだろうね、まあとりあえずこの YouTube は流すわけじゃん、うんうん、でデカミの方の YouTube では曲一曲フルで流すでしょ、そうですね、 MV みたいにするんですよ ね、まあ、この素材を使ってフルかハーフ、一番のあれか、それかもう PV にもう字幕バーって出すか、カラオケみたいに、確かにカラオケっぽいのはいいかもしれないですね、青とピンクとかで、ね、ピ、うん、ってなっていくこのデュエットのやつで、そうそうそう、お手舐め出していくってやつですね、うんうん、昔のやつね、はいはい、いいかも、あれ、あれだ、スペードとハートでしたっけ、スペードとハートですね、今決まったことは何なの、決まったというか、まあ、道筋的に何しようとしてるの、 MV 作る、うん、まあ、長さはまだちょっと相談ですね、うん、配信もする、すごいじゃん、もう本当に皆さんへのご報告じゃん、本当だ、そうですね、目指せ何ですかね、もう紅白は今年無理だから、はい、来年だね、来年の2022年の紅白、よし、いっぱい決まりましたね、レコーディング終わりました、はい、そして目標としては、まあ、ミュージックビデオを作る、うん、配信も曲はします、それにあたって最終的に、はい、2022年の紅白歌合戦頑張るぞ、これをめがけてハンバーグ師匠とデカミちゃん今日から頑張ります、スタートってこういうとこからだね、そうですね、言っておくことが大事、そうだね、ハンバーグ師匠 YouTube チャンネル最後までご覧いただきありがとう、いやありがちゅう。
チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。